三世紀頃の朝鮮半島第一玄斗軍、第二玄斗軍、第三玄斗軍新番軍は、艦長により、朝鮮半島に設置された、植民地である。落老軍、臨敦軍、玄斗軍と共に男四軍と称される。儀略一分の英子朝鮮に関する記述の中で、朝鮮三次茂とあり、これは、朝鮮の属国の意味とする説と、二つの地名の平気と、見て、 朝鮮と、三木茂とする説がある。後者の場合、さらに説が分かれ、三木は、真の五期で、マバンとする説、三木茂が正しくマバンが五期とする説がある。さらに、四季大志公辞書には、真藩とあり、藩の字は、藩だったとする説もある。また、四季言によると、マバンの藩の字に、女広氏曰く一作幕とありマバンを、 新爆とする例があったことが知られる。市村三次郎は、新イコール立で、ンの発音は国に近いので、マバンとは、立国であり、立国すなわち、立国のことであると考えた。しかし、朝鮮民族史学の猿ササヒ博氏は、上記の新爆を引用し、もともとは新版、心番、爆火、心爆番であり、心番は、略表記だったとの説を唱え、心、番、 幕はそれぞれ新官、弁官、馬官のことだとした。全108年、英史朝鮮を滅ぼした官庁により、優秀志士部のもとに設置され、15県からなり、軍地が置かれた、県の位置は、長安を去ること7640里という、管轄する領域の範囲は、諸説があって確定していない。全82年に新番軍は廃止された。在北説、在南説があり、 在北説は、後の元都群に該当するという説。在北説、在南説では、すでに在南説に軍配が上がっているが、在南説の中でも細かく分かれ、継承道とする説、中西道を中心とする韓国西部という説、継承道と全羅道を含む韓国南部とする説などがある。武田幸雄は、説問会時は、魚の名前を挙げて、 落老半国に伊豆として、賃魚や魚の食材は、落老半国イコールマバンの産として、魚の水揚げの本場であったことがわかる。従って、落老に近い海岸地域というからには在南説が、自然であるが、在南説にも、西岸と東岸の別があるが、ここだという証拠がないとする。色作院に、当たる小雲源と本間万国とあるのを根拠にしたり、 新版軍の神は、祝神の誠に通じるとして、朝鮮の南ではなく、朝鮮の北にあったとする説。この説の場合、後の三冠の地の大部分は、官庁に併合されなかったことになる。李氏朝鮮中期の阪神感情が盛んな時代に、帝勝都市や李翼が、それまでの朝鮮説に抵抗して、帝将、東国文献備考で、それまでの書論が簡単にまとめられた。 その後、日本の中道を、白鳥倉吉などがこの説を深め、中朝国境山岳地帯、通説でいう玄都軍の地の高栗の本土に、新番軍があったと唱えた。この場合、玄都軍はどうなるかというと、日本海沿岸イコール、環境同方面だけが、玄都軍だったということになる。1082年に新番軍は廃止されたのではなく、元都軍に改名し、 旧元都軍が廃止されたのだということになる。この説は、現在では、完全に否定され、日本、中国、韓国いずれの学会においても支持されていない。西南説用主刑、内藤古南、稲葉岩吉などが唱えた、現在の中世道にあったとする説。古くは、上記の在北説と対立する、在南説といえば、これを指した。市村三次郎は、 新イコール立つで、バンの発音は国に近いのでマバンとは、立国であり、立国すなわち、立国のことであると考えた。これを踏まえた、今西流は、心のつく、こち名を拾って、今の近郊流域に、立国があったと否定。新番軍は、中世道、全羅道の範囲に相当し、県も近郊流域に置かれたとした。この説は、 高校の世界史の歴史地図帳でも長年採用されていたことから日本における通説となっている。この説では、皇術の東南説と反対に、継承道方面は官庁に併合されなかったことになる。東南説林屯軍が現在の艦温度であり、新版軍はその先に続く継承道にあったとする説。この説では、マヴァンの神が後の神艦、 番が、後の弁官と繋がる地名であると見られる。軍地の県は、今の継承北道歩行士になる。この説の強みの一つは、県の、の位置が、類似発音の古地名に否定できることであり、それには二つの説がある。李平、当朝韓国古代史、上によると、 韓国の地名は一時地名を反説法により二次に伸ばした例が多いという。漢字の推定音から言うと、上高音、中根中西音にいずれも、白木のただ靴剣の、ただ靴が、の反説になっている。ただ靴剣は後に、立剣、さらに長剣と改名されたもので今の継承北道、歩行市南区長面に該当する。もう一つは、 京昇北道を歩行式宅境界優でここは、白木の初期には大河軍と呼ばれ、タイと、では異なるが上高音や中高音では、発音が似ているとも言える。大原都武は、万戦における寛大五軍に遂行の中で、県の位置を、茂る領初期祭の距離から、否定、の読みを、そうとしてこの境界優の玉江の新城里としている。新城里の、 神との韓国語読みが類似する上、元は、滝木白里,里だったと否定すると、滝木との韓国語読みが一致するという。この場合、中世道、全羅道の後の馬漢地域は含まれないことになるが、三国志では、土俗的な印象で語られる馬漢に比して、神官や弁官は、都市文明の影響が明瞭であり、新番軍のこっちであったことの傍傷とされる。この説では、 後の馬艦外島地域は艦長に併合されなかったことになる。中央部設離兵等は、新番軍の範囲は、落朗軍の南部と軽軌道として、北は最明港で、落朗軍と接し、東は林東軍、南は新艦と、それぞれ接し、西は、航海に、面し、現在の北朝鮮大海南道、航海北道、軽軌道一帯に相当するとしている。 この説は、落老軍南部と覆ってしまうように解釈されるが、李兵等はそうではなくて、落老軍の南部7県からなる、南部といは、実は、新番軍が廃止された前82年に、新番軍から編入されたのであり、新番軍の残りの8県は、達国、または馬官に併鈍されたという。県は、現在の軽軌道ソウル付近と推測している。この説では、 あとの三冠の地の大部分は、艦長に併合されなかったことになるが、この説は、韓国人の説でありながら、中国の中国地図出版、中国歴史地図集に採用されており、中国における通説となっている。日本では、井上秀夫が支持している。この説の場合、新番組全体が北に寄り過ぎ、距離が、資料の記述と全く合わないのが難点となる。 南部雪林ン,ン軍と落朗軍を除く、朝鮮半島南部の全域だとする説。この説の場合、男四軍は、朝鮮半島を完全に覆い尽くすことになる。上述のマバンが本来は、新番幕もしくは、新幕番だったとの説や、新が、後の新官、番が、後の弁官につながるとする説からすると、幕が、後のの馬ンとなり、新番、幕軍、または、 新幕番軍で、後の三冠全域を覆っていたと否定される。また、五冠書の達国イコール三冠の地とする説や、上述の市村三次郎の、達国イコール達国イコール魔番とする考えからは、新番、幕、新幕番という遺説を持ち、図とも、同様の結論に至る。岡田秀弘は、和国その他の次長の中で男四軍を図示したが、その新番軍は、継承道と、 全羅道の両方の南部海岸に達しており、県の位置は、軽症南道不山と否定している。色作院によると、落浪群に雲というものがあったというが、周囲には、これと同じものと思われる、美というものが出てくる。岡田秀弘は、これが、県と同じ文字が含まれるのに目をつけ、火は、山の南側や川の北側を表すことから、落東港を、古くは、 水と呼んだのではないかと否定。川上では、落東港の北側の継承北道儀域喜びのあたりに、美があったとし、川下では、落東港イコール、水の川口付近の富山のあたりに、県があったとしている。李氏朝鮮の時代には、公海北道、平山郡とする説や、関温度春泉市とする説などがあった。前者は、最古の説であるが、 資料を誤解したもので、問題外であるが、後者は、菅百件の説で最初期の在北説が唱えられたのと、ほぼ同時期の説である。いずれも、近代的な歴史学が導入されてから早くに、否定されている。北朝鮮の学会及び、韓国の学会の一部では、菅朝による、朝鮮半島併合の事実はなかったとして、男4軍が、朝鮮半島の外部、 具体的には、通説でいう両党軍の内部に存在したと主張する。ただし当時の両党軍と朝鮮の境界は広川港であり、両党軍は平安北道を含んでいるので現在の境界とは正確には一致しない。この説の場合の新番軍は、通説でいう両党軍の東部といの区域にほぼ相当する。これらの否認説は北朝鮮の学会では、 定説となっており、韓国でも、在野の歴史学会から、支持されているが、アメリカや、中国や日本の学会では全く認められていない。アリガ祖皇の説では、司書に、たびたび現れる、朝鮮新番という言葉はすべて、朝鮮三次茂が、正しく、三次茂は、漢を、反説法によって二次に書き伸ばしたものであり、朝鮮三次茂とは、 朝鮮の地にある漢の国の意味で、三木茂軍設置に先立って、漢という国が存在したのであって、半島の北部を、朝鮮、南部を、マバンだとする理解は、後世の五人であるという。約二千年もの間、本当の名だと、勘違いされていたが、考古学的な出土品によって、本来の正しい名が知られ、これまでの名は、実は、 語気が定着したものだったという真相がようやく知られたケースとしては、夫祖と要祖が有名である。の字はいろいろな読み方があるが、普通はそうと読む。茂ル領書の記載による。計算にもよるがこれはほぼ、継承道か、全羅道の中心もしくは南端に達する距離である。かつては在北説と在南説の二大対決の様相を呈していたが、その後、 財難説が四つに枝分かれしたため、財難説という用語自体が初心者には混乱の元になっている。とな守、武田幸雄、隋唐帝国と古代朝鮮中央公論者、世界の歴史、1997年1月、272ページ。ISBN41 億2403万4067。ただし既存のルフしている、歴史地図帳では、 県は、全ヘラ南道の西南の隅に想定されている。県が、近郊流域ではやや距離に不足が生じきたに、寄りすぎるとの修正説による。最近の説のように誤解されがちだが、明治、戦前から、上記の西南説の対抗馬として唱えられていた。李平等は、大砲軍北方説に従って、観光でなく、最年港を大水とする。一般的には、 南部といの七県は、はじめから、落老軍のものであり、新番軍はその外にあったと、考えるので、李平、等の説は事実上、新番軍の存在を半分否認する説である。この説も、井上秀夫が著作で紹介したため新しい説の、ように誤解されがちであるが、元は、李平等が戦前から主張していた古い説である。上記の中国地図出版。 中国歴史地図集などは、井上の著作が売れていた1980年代の観光である。シベル領書に記された、新版軍地の離数距離をもんずる限り、軽勝道側か、全羅道側かはわからないが少なくとも、限界などに近い海岸線に接していた可能性は、高く、朝鮮半島南部の全域だとするのは自然な解釈ではある。上述の、 三木茂イコール、菅の反節とする説でも、後世の三観全体が、三木茂軍に該当すると考えることができる。ただしこの場合、軍設置に先立って、菅が存在したという前提になることも、上述の通りである。ただし岡田秀弘の図紙では、落老軍と新番軍の境は明瞭でなく、落老軍が、中西堂の一部を含んでいるように見える。 初期の落老群に、同様の広さを想定する説は、古くからあり、狛代和合は、中西北道丹陽群へ春面か、関温度根越し群まで広がっていたと否定した。関百軒の説は、その後、在南説の継承者としての上記の西南説や、東南説へと発展していった。つまり、在南説の元祖とも言える。色集下に、女広氏曰く、番汗軒番音。 広島藩作員女子巨地理、しかも友や、番音藩また音番とあり、両党軍の番汗県と新番軍とは番の字で、相通字、番汗県は、今の平安北道白川軍であったことからここが、新番軍とする説。ありがとうございます。